志村殿を返してもらうぞ。本当の死へ上したであろう。この音何？わからぬ。だがおそらく猛虎の兵器。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
恥、すすぎに参った。ジン、志村から己のことは聞いておるぞ。坂井ジン、こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。ジン、さあどうする、坂井陣。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。
お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は？ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。仁、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。導きください。動けって頼むから。ユノ、ユノ。ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。
命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再び母に挑んだとしても、返り討ちに遭うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ、ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。Hiçbir şey yok. Sen de arakta Sonur serimste. Herin hepdet bayga. Düzüm baygara. O da kuy uktil tonu mo samuray. Anta o sagashiterun da.馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば、石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら挟めしまえさ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。Thank you.
ユナと駆けろ、トロ。ジン、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、かねての入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。あとでタカも手伝ってくれるよ。もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。
この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが八重、入れそうにないな。数日でしつらえたものならば、どこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ、敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。奥の守りは固そうだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろう。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろう。なんだってやらなきゃ。通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。
お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。あとを追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。寄るな。生きておるやもしれん。この焼き図では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが叔父上よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。
ジン、どうした？タカを探そう。